はい、皆さんこんにちは、モーマーチャンネルです。昨日ですね、シャコおじさんが、シャコトリおじさん、2回クビになったシャコトリおじさんが札幌にお仕事で行くということなので、帰りに札幌のサンゴショップ TK さんに寄ってもらいました。それで、TK さんのお店でテレビ電話をつないでもらって、こうサンゴを写してもらって、何個か選ばせていただきました。昨日届いたサンゴがこちらです。すごいすごい、届いた届いた。トロの TK さんで買ってきました。できてもらいました。シャコトリおじさんにお使いを頼みました。わー、いっぱい入ってるね。さてさて、早速やっちゃいますか。さあ、何が入ってるかお楽しみでございます。はい、まず届いたものが一つ目、こちらですね。ウィスカーズコーラルですね。結構皆さん水槽に入っている方も多いかと思います。これ結構ね、憧れてましてね、ちょうどテレビ電話した時にこれが一瞬画像悪かったんですけど映って、あ、それ一個買っといてと言って買いました。まだね、入れたばっかりなのでそんなにポリプの方出てませんが、開くのが楽しみですね。そしてそして、こちらがチヂミ薄小紋ですね。チヂミ薄小紋のオレンジとグリーンを買ったんですが、オレンジの方はちょっとよくわかんないですね。ライトによるんですかね。まあ、グリーンの方はうっすらグリーンですね。これすごい激安だったんですよ。1個500円です。いい買い物をしました。そしてそして、熊の実水槽の方のお掃除舞台ですね。マガキガイ1匹と、なんちゃらヤドカリとかいう、ちょっと名前忘れちゃったんですけど、小さなヤドカリです。かわいいんですよ。結構ほんと1センチ、1.5 センチぐらいのちっちゃなヤドカリさん2匹入れました。お掃除頑張ってくださいね。そしてそして、こちらが熊の実水槽に入った小さめのサンゴイソギンチャクですね。とりあえずここら辺に置いてみました。まだ大きく開いてはいないのですが、すごい綺麗です。色合いもグリーンとパープルですね、先端が。さて、どこに活着するのでしょうか。まあ、まだね、1日経った今日もね、モフモフしてる姿は見てないので、もしかしたらモフモフしてくれないかもしれないですね。はい、こちらが夜の映像ですね。ウィスカーズは上のフラグラックの方に置きました。ちょっとね、フラグラックの方も整頓してちょっと場所は移動したんですが、こんな感じですね。うすら表面、こっちは薄チヂミ小紋、あ、チヂミ薄小紋、うっすら緑ですね。いやー、ウィスカーズ綺麗ですね。どんどん増えていってほしいと思います。かわいい。はい、せっかくなので夜の水槽のサンゴたちを見ていきましょう。こちらは大花サンゴですね。触手をいっぱい出してます。
全体的にはこんな感じ。パリピ色ですね。キノコも大きいのは咲いてないけど、あとは咲いてますね。これは TK さんで買ったヘアリーディスクコーラルですね。モコモコです。こちらはヤフーのオークションで落とした 1.5 センチぐらいかな、グリーンのキノコですね。ちょっと苔ついてますが、元気に大きくなり始めてます。はい、ウソギンチョクはこのライブロックの間、真ん中の間に埋まりましたね。そしてこちらが翌日の本水槽。ウィスカーズも大きく大きくポリプを出しました。いやー綺麗ですね。いや、ウィスカーズずっと欲しかったんですよね。めっちゃ可愛いですね。ヤドカリさんもこれからコケ掃除頑張ってもらおうと思います。それではチャンネル登録、高評価、低評価、コメント、リクエスト何でもお待ちしております。ご視聴ありがとうございました。